今回は2024年8月29日に発表されたルンバコンボ 10MAX ロボットプラスオートウォッシュ充電ステーションについて、家電レビューのプロ勉強編集部が詳しくご紹介します。なお、今回ご紹介するルンバはレンタルでお試しもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。まずはルンバコンボ 10MAX ロボットプラスオートウォッシュ充電ステーションの特徴を確認していきましょう。ルンバコンボ 10MAX ロボットは、吸引と同時に水拭きができる 2-in-1 のロボット掃除機です。アイロボット独自の4段階クリーニングシステムでパワフルに床を掃除してくれます。吸引力と水拭きの水量はそれぞれ3段階で調節できて、吸引のみ、水拭きのみでの清掃も可能です。吸引と水拭きの同時清掃をする際は、パッドリフティングシステムにより自動でモップを上げ下げしながら掃除をします。フローリングではモップを下ろして吸引・水拭きの同時清掃、カーペットが敷いてあるエリアではモップを天面に上げて自動で吸引力をアップして吸引のみの清掃をします。自動で床の素材を見分けて掃除をしてくれるので、細かいエリア設定が面倒な方にもおすすめです。床をゴシゴシ擦りながら水拭きするスマートスクラブ機能も搭載。前後に往復しながら拭き掃除をすることで、こびりついた汚れやベタつきまでしっかりと落としやすくなっています。ルンバコンボ 10MAX ロボットには自動ゴミ収集に加えて、自動モップ洗浄乾燥機能や自動給水機能も搭載した新しいオートウォッシュ充電ステーションが付属しています。水拭き後のモップのお手入れや毎回のゴミ捨てが不要になるので、面倒なお手入れの手間を減らしたい方にぴったりです。オートウォッシュ充電ステーションでは、大容量の給水用タンクに水を入れておくだけで、本体水タンクへの自動給水や水拭き後の自動モップ洗浄をしてくれます。ステーションに取り付けられたパッド洗浄ローラーが回転しながら汚れたモップをきれいに洗浄。モップ洗浄が終わったら、自動でステーションの洗浄部まできれいに水洗いし、すべて終わると送風乾燥に切り替わります。吸引掃除後には自動で本体のダストボックスからゴミを吸い上げて収集してくれます。クリーンベース内の紙パックにゴミを貯めておけるので、毎回のゴミ捨てが不要になり、お手入れの手間がぐっと軽減されます。ルンバコンボ 10MAX ロボットは間取りのマッピング機能も搭載。最大10パターンのマップを記憶し、アプリから細かくエリアや清掃モードの指定ができます。さらにアプリでは、日々の清掃状況や部屋ごとの汚れ具合から自動で最適化した掃除方法を提案してくれます。細かな設定が苦手な方でも、お家にあった効率的な掃除がしやすくなっています。ルンバコンボ 10MAX ロボットには前面カメラとライトが搭載されていて、床に落ちている障害物を自動で回避することができます。回避できる障害物は洋服やケーブルなど10種類以上。今後もアップデートで認識できる障害物の種類は増えていく予定だそうです。それでは実際にルンバコンボ 10MAX ロボットプラスオートウォッシュ充電ステーションを使って詳しくレビューしていきたいと思います。まずは水拭きの準備です。水拭き掃除をする場合は、オートウォッシュ充電ステーションの給水用タンクに水を入れ、ルンバにモップを取り付けます。モップは天面から取り付けが可能で、専用モップパッドのグレーのプレート部分を差し込み口にセットすると、自動で吸引プラス水拭きモードに切り替わります。フロア全体をルンバコンボ 10MAX ロボットで水拭きと吸引の同時清掃をしてみました。すでにマップが完成しているフロアで、フローリングとカーペットが両方ある部屋を掃除する場合は、はじめにモップを上げた状態でカーペットのエリアを吸引清掃し、終わったらフローリングに移動してモップを下ろして水拭き吸引清掃といった順で効率よく清掃してくれるので、カーペットを濡らすことはありませんでした。3段階の水量での水拭きを試してみました。こちらがエコモードでの水拭き後の床です。全体的な水気は少なめで、ところどころ水滴が残っていますが、少し経てば自然乾燥する程度でした。乾いた後の床を素足で歩くとサラッとしていて、細かな塵やぶらつきがきれいになっていることがわかります。標準モードでの水拭き後の床がこちら。エコモードよりも水気は多めで、水拭き直後は全体的に濡れている印象でした。ただこちらもしばらく放っておけば自然に乾きました。最大モードでの水拭き後はかなりびしょびしょな感じで、水滴残りもかなり多め。そのまま放置していても乾かなそうだったので、エコモードで再度水拭きをして仕上げるのが良さそうでした。汚れ具合や床の素材に合わせて水量を調節できるのは嬉しいですね。続いて4種類の擬似ゴミを用意し、吸引清掃テストを行いました。吸引力は3段階のうち最強の高モードに設定して検証します。髪の毛や綿などの軽いゴミは一度の走行でほぼ完璧に吸引。ゴミが多いエリアを検知すると、更新して行き来しながら念入りに掃除してくれました。
だいたい 5,6 分程度で約4平方メートルの部屋の掃除が完了しました。清掃テスト前後で比較した写真がこちら。枠内のゴミはほぼ完璧に掃除できていますが、掃除済みのエリアに弾き飛ばしたゴミが残ってしまいました。ただそれも次回の掃除の時に自分できれいに掃除してくれたので、特にゴミの量が多い部屋の掃除は清掃設定を2回走行にするか、毎日スケジュール清掃するのが良さそうです。オートワッシュ充電ステーションでのモップ洗浄の様子がこちら。自動モップ洗浄の際はステーションの洗浄ローラーでモップをこすりながら、ルンバが前後に動いてまんべんなく洗う仕組みになっています。毎回の自動お手入れはこちらのような順に行われます。自動で丁寧にしっかりモップを洗ってくれて、さらにステーションの洗浄分まで水洗いしてくれるのは嬉しいですね。一方で自動モップ乾燥はカラカラにはならず、機体には一歩届かない性能でした。乾燥前後のモップを比較すると、洗浄直後はびちょびちょの状態だったのが、数時間の自動乾燥後はしっとり程度になっています。しっとり感が気になる方は洗浄後にモップを取り外して乾かす方がいいかもしれません。水タンクは蓋がガバッと大きく開くため、給排水がしやすく便利でした。細かいゴミが溜まってしまいやすい複雑な部分もタンク内にないので、汚れが気になるときはささっとお手入れもできちゃいます。気になる可動音についても騒音計を使って検証しました。3段階の吸引力、それぞれの可動音を測定しました。清掃時の可動音は吸引力低モードが約57から59デシベル程度、中モードが約59から61デシベル程度、高モードが約59から64デシベル程度でした。実際に聞いた感覚としては、低モードが1段階静かで、中モードと高モードはさほど変わらない印象でした。いずれのモードでも同じ部屋で動かしているとちょっと音が気になるかもしれませんが、別の部屋にいれば在宅時でも十分に使えそうなレベルでした。ゴミ収集時の可動音は清掃時よりもかなり大きく、約73から75デシベル程度の音が約10秒間続きます。モップ洗浄、ステーション洗浄時の可動音は約50から58デシベルと、そこまでうるさくはないのですが、数分間音が出続けるため気になる方もいるかもしれません。お住まいの環境によっては深夜、早朝などの時間帯を避けて稼働させた方が良さそうです。ルンバコンボ10マックスロボットが作成したマップと実際の間取りを比較してみました。間取り図のグレーの部分は障害物があるエリアです。ルンバのマップを見ると、家具や障害物が多い部屋はマッピングの精度が落ちてしまうようで形が崩れてしまっていますが、おおむね実際の間取りに近いマップが出来上がっています。カーペットとフローリングの両方がある書斎の部屋に関しては、自動でカーペットのエリアを検知してマップに反映してくれています。清掃エリア指定や侵入禁止エリアの設定なども直感的にしやすく、マッピングの性能も十分実用的なレベルと言えそうです。水拭き・吸引の同時清掃に加えて、待望の自動ゴミ収集・モップ洗浄まで搭載したルンバ・コンボ・テンマックスロボットプラスオートウォッシュ充電ステーション。より賢く便利に進化したルンバなら、床掃除をほぼ全て自動でお任せできちゃいます。これからルンバを導入する予定の方は、ぜひ最新のルンバコンボ10マックスロボットプラスオートウォッシュ充電ステーションを検討してみてはいかがでしょうか。今回ご紹介したルンバコンボ10マックスロボットプラスオートウォッシュ充電ステーションは、家電のサブスクレンタルサービスレンティオでお試しができます。ルンバの他にも様々な商品をお試しできるので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。またレンティオチャンネルでは今後も注目の家電情報をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。